祈りのチャンネルスタート。お疲れ様です。おはようございます。たまにはこうライブハウスっぽいところで打ち合わせしようと、うん、はい、マジなやつやん。まあ1000回記念なんでね。まだ引きずってんの？引きずってんの、引っ張ってんの。引っ張ってんのね。引っ張ってんだよ。ちょっと最近さ、うん、コメント返ししてなかったんで、うん、コメント返しをおしゃれなランチしながらやろうっていうことで、うん、はい、ありがとうございます。まず、はい、最近のだと、はい、ありがとうございます、最近だと、それ何頼んだんですか？見せてください。ああ、いいですね。どっちかがコーラで、どっちかがアイスコーヒーです。アイスコーヒー右でしょ、返してください。こっちね。そのままほらんくない？ほんま。はい、乾杯。はい、乾杯。最近の宝塚記念。はい。コメント読んできますね。はい。ドンマイ。お前もな。ドンマイ、ドンマイ。2名います、はい、ドンマイ2名、まあまあドンマイ負けました。あ、仲間ですね。68枠番いただきました、うん、わあすごいね。あとこれ結構印象的だったのが、うん、ドーデュースはエクイノックスじゃないから買わんかった、うんうんうん、いやもうそれに尽きるよね、うん、これなんか回ってたか回ってないかちょっと覚えてないけど、私終わった後言ってたもんね、うん、ドーデュースはエクイノックスじゃないってことだねって。そういうことだよね。うん、っていう競馬系と、はい、まああと当たった時レモンポップで、うん、が見てますね、硬いですねとか、まあそんなようなコメントもありつつ、ありつつ、うん、まああと野球系、はい、野球系、まあ最低でもね、カード勝ち越しを目標にしていかないとダメですね。うん、そう、まあ勝ち越しましたからね、それ上がった後ですもんね。この間金土ね、できれば大型練習しないとダメです。いやしたいね。今日から始まりますからね、また6連戦6月最終週。意外とゾゾマリン、うん、はい、とかエスコンやら、うん、行った時にもコメントがちょいちょいね。今年なんか遠征したシリーズ結構上げてるんで、マツダ、エスコン、ゾゾですかね、うんうん、割とこう、あ、まああと近場で神宮、ハマスタもね、うん、東京ドームも意外とこう、行ったことあるとかないとか、いいですよねとか、うん、いろんなコメントがあって嬉しいですね、そこは。あと、うん、ナルト屋の撮影されてる時、多分後ろで並んでましたっていうちょっと目撃情報が入ってますけど大丈夫ですか？大丈夫だったかな。なんか恥ずかしいんですけど、ちょっと結構並んでたんですよ、ナルト屋さん。見られてますよ。見られてますね。でもすごいタイミングじゃないですか。どっかの男と言ってたんじゃないですか。大丈夫ですか？背の低い金髪と言ってました、もう一人。誰それ？金髪女、背の低い金髪女子と言ってました。はい、3階の新庄御用達のカレーのクレイジースパイスがお気に入り。ねえ、それ見て。いや食べてないの、私カレー大好きだから、うんうん、うわそれもっと早く知りたかったと思って、うん、めっちゃ食べたかった。次は食べたいと思います。あとまだこれですね、東京競馬場編、うん、はい、腰大事にしてあの宝塚記念もちゃんとピキン来たから、うん、はい、腰大丈夫なんですか？あの針治療に通っております。通ってんすか？はい、通っております。まあ去年とかちょっと慢性的なとこもあるんで、うん、あのでもね、ちょっと筋トレとかも普段からしてるんですけど、体を強くするしかないですね、うん、何にしてもそうですけど、まあね、あとこれ嬉しいですよ、購入動画ありがとうございます。キャンディーストリッパー大好き、ワンピース2着購入しました。いるんですね、こういう女性のファンが。嬉しいです、ちなみにまだスタッフにも言ってませんが、人生初シーンを爆買いしました、そちらの動画も。何シーン？あの大手サイトです、大手通販サイト、韓国かなの、そういろんなものが安く買えるっていうので、あのやるんすか？トータルコーディネートできるぐらい買ったんですよ。なんでそれがもうすぐ届くはずなので、そしたらそれを収めたいと思います。そうなの、痩せなきゃいけないのに、夏が来るじゃない、せめて夏服買っちゃった、はい、水着着てくださいよ、早く。水着ね、需要ある？あるでしょ。あるかいや。はい、今日のメインですね。はい、はい、私はこれをピックアップするためにこの企画を思いついた、うん、何？来ましたよ、はい、いいですか、はい、ダビデの星シリーズ、うん、これすごいですよ、この川本さんっていう人が来てて、はい、
作者の佐藤正明先生はイケメンで若い頃は女子をかなり食い散らかしたと、結婚も3回したと。それすごいよね。主人公のナビデの下達也には自分の願望を全部ぶち込んだとのことです。そんな佐藤先生の一作ナビデの星の遺書という自伝でした。その本の中で先生は病気で完全に不能になったと告白していました。これも自分のしてきたことの何罰が当たっただというようなことも書いておりました、はい、さらにダビデの星は出版社によって関数異なると、うんうん、ユニノさんが読んだ英文社のシリーズは昭和40年代のレアな本です、うんうん、あれレアなやつなんだ。で後に別の出版社から16巻まで出たところで話は一応完結すると、はいはいはい、であなたが読んだこの4巻で、はいはい、ブルドーザーで埋められた夫人の遺体は11巻で発見され、うん、ようやく警察が動き始め、うん、達也の宿敵となる老刑事が登場、うん、由美子さんは途中で気の毒なことになります。達也はいろいろと犠牲にしながらついに、うん、てんてんてん、そして何年かのブランクを経て新ダビデの星というシリーズにつながってきます。上手すぎない？宣伝書いてあるの？上手すぎない？書いてあるんだもんこれ。あ、川本さん、そうなんだ。 MVP です。MVP ですね。あのだってさ、ダビデの推しなんてさ、かなり前に、うん、もうだってやったでしょ。コロナ真っ只中の時にやってたので、うん、2年前の夏とかじゃないです、うん、多分なんか3年前の夏ですよ。追ってくれたんですよ。嬉しいですね、うん、え、ちょ、ダビデの推し前巻探す旅でよ。そうね、出たくない？だってあれ結構高かったじゃん。いや高かったし、たまたまその下北の古、うん、本屋さんで見つかったから良かったものの、うんうんうん、そんだけレアだったってことだもんね、うんうん、あ、読みたくなってきた。これがメインですね。はい、もう最後の一章、一章もう読みたいですね。締め、うん、漫画シリーズ、漫画シリーズやるとして、はい、締めがコメント、はい、締めが、まあこれはもう、まあ、そうでしょうねっていう。何？スタッフさん、はい、罰ゲーム実行に期待しています。スタッフさんお願いします。また水着に戻るんかい。水着でグラマラソンですか、うん、ビキニでお願いします。ビキニでルーズソックスで、うん、こうちょっと需要があるんで、はい、スクール水着でとか。スクール水着か、はあ、はい、夏企画。そうっすね、海でも行きますか。うわ、ちょっとあなた一人じゃ弱いんで、うん、そ、金髪のそのチビの女3人ぐらい、女子金髪女子連れて、3000人達成で、あと残り100人ぐらいで3000人になって、うん、したら次3000人企画ってことですか。3000人で元気に水着の方がいいんじゃないでしょうかっていうコメントもありますね。ああ、なるほどね。コメントしづらいっていう人もいますよ。コメントしづらい、ああ水着見て、さすがスタッフさん。ほら、ちょっと俺のファンも乗せられてない、大丈夫。以上です。じゃあ夏に向けて、今6月最終週なんで、3000年記念と水着ともろもろかけて夏も来るし、ダイエットですね。そうですね、はい、いや、まとまってないですよ、そんな。ちゃんとやりますって言ってくんないと。コメントもね、引き続きぜひ皆さん書いてほしいですね、はい、よろしくお願いします。水着ね、もう需要あるんだね。はい、はい、まあ考えときます。はい。チャンネル登録よろしくね。